ピクサーとかディズニーとかでやってるような 3D アニメーションの映画関係の仕事に就きたいなって思ったのが初めです。藤井ゆず18歳です。高校を卒業してこのまますぐにこっちに来ました、アメリカにある大学受験をしたくて、この PI アートセンターがとても有利だと聞いたのでお世話になっています。期間は1年間で、内容が1年間で10クラスをやって大学に単位を移行できる場合があるプログラム。大学受験に必要な GPA が、3年生の途中からこっちに決めたので GPA が足りてない状況なので、もしかしたらこのデュアルプログラムっていうやつがその助けになるかもしれないみたいな感じでおすすめされたので、3セメスターある中で、今の1セメスター目で4クラス取って、あと2、3で3クラス、3クラス取る感じ。授業の中で基本的にポートフォリオを制作していって、ポートフォリオに入れたいなってものを最終的に組み合わせていくやつだと思います。今は基本的にデータですね。スケッチブックもめくったビデオを送る感じ。奨学金は返済不要の奨学金を、いいポートフォリオを出せば、トーフルが高いから奨学金をもらえたっていう場合もあるみたいな、いい成績で、じゃあそこ狙ってます。ピクサーとかディズニーとかでやってるような 3D アニメーションの映画関係の仕事に就きたいなって思ったのが初めです。 PI アートセンターがニューヨークにあっただけ、他の学校ももちろん調べたんですけど、その単位を移行できる系のものは本当にあんまりなくて、でポートフォリオも作りながら英語もね勉強するできる環境にあるのがやっぱり、ここが一番かなと判断したので、先生がもうそもそも外国人の方であるのはそうですし、場所が日本じゃなくて海外っていうのもすごい重要で、汚くてうるさくて怖いですね。公園とか歩いても、あれ似顔絵描いてくれる、そういうのもよく見かけてて、そうですね、でも日本じゃありえないこといっぱいあるので、多分なんだろう、無意識かでちょっとだけ反映されてる気はしますね。治安は、本当にいいとは言えないですけど、でも昼間は別にね、そんなに、なんかたまに変な人いるけど関わらない、目合わせないようにしとけば基本的には大丈夫。で、夜も私がまだ遭遇しないだけなんですけど、夜はもちろん早く帰った方がいいんですけど、そんな夜歩くとそこら中に変な人がいるわけでもないので地下鉄に突然、なんか規制を上げながら叫んでる人とか、暴言めっちゃ入ってる人もいますね。基本的には確かに高いんですけど、日本食のものが買いたいけど日本食スーパーが高いってなった時に、中華スーパー行ったらちょっとだけ安いみたいな、フルーツはもしかしたらこっちの方が安い説もちょっとありますね。シェアハウスに移ったので、それからはずっと自炊ですね。まだ1週間も経ってないかもしれないんですけど、好きなものを作って食べれて楽しいです。楽しいです洗濯はそんな頻繁にはいけないのはあるんですけど、基本的に本当に1週間に1回洗濯する気持ちで、7日8日分ぐらいの服を用意しといて、汚れてないんだったらね、まだ取っといてまた別の日に着回すようにしておけば洗濯物は減るかな。朝はあんまり私早起きじゃないんですよ。朝の10時ぐらいに起きて、1時間ぐらいで準備して、そこから多めに見て1時間ぐらいで学校を向かって、朝ごはんがもうほぼブランチみたいな状況になるの で学校が終わる6時半まで学校にいて、家帰って、ハウスルール的にまずお風呂に入って、何時までっていうのがあるので、先に入っちゃってから、夜ご飯の支度って感じですね。寝る時間は12時以降ですね。
6時間ぐらいかな。時間私の他にも同じような状況で作業してる友達とかもいるので、うん、いい点が、ルームメイトが、ね、いるので私がホームシックになってた時に、すごい話聞いてくれて、それがすごい助けになったなっていう思いがありまして、みんなとシェアしてるので、なんか汚れてたりとか、食器とかね、あれがちゃんと洗われてなかった時とか、またね、使うには洗わなきゃいけないし、部屋の大きさは本当運によるので、運があるんだね、遊びだって、そんなに広いなみたいな。最初はミックスビー調べて、でもなんかミックスビーはあんまり返信がねないんですよ。10件送って1、2件しだけ返信みたいな。すごいいいですね。月1000ドルかかってるってのはあるんですけど、でも本当に虫が出ないっていうのがすごく嬉しくて私のシェアハウスはちょっとホームステイに近いというか、マダムと犬がいるんですけど、そのマダムの空いてる部屋に入れさせてもらっているようなイメージなんですよね。英語ですね。でも本当にこのほうれん草食べていいよみたいなそういうのは結構あって、桃は割と大体持ってきててもし忘れたとしてもダイソーとかこっちにもあるので、それをそこに行って買いに行ったりとか、英語の勉強に使うそのテキストだとこういうのは本当に日本から持ってきた方がいいなってちょっと思ったのが、紀ノ国屋とかが、一応こっちにもあって、トーフルの勉強の参考書みたいなのがなくて、日本語の解説がついておいてほしい人とかは特にそうだと思う。家に帰ってからの寝るまでの時間とか、そこでまあ単語帳開いたりとか、時間があればその文法とかもね確認しながらって感じです。来る時に私結構行動力だけで来たところあるので、着いてから来ちゃった感があったんですよ。その心の準備をあらかじめしておくっていうのも大事ですし、先に一人暮らしを経験しておくっていうのも結構いきなりね親元は離れるので、元からそういう心に余裕を持った状態で来たら、一番ね穏やかに来れるかもしれない。ちゃんとよく考えすぎちゃって、ほじけづいて結局来ないみたいな状況になるよりかは、来ちゃってから考えた方がそれもあるんですよね話し言葉というか、それに関しては本当に文法を考えるより先に思ったことぶつけた方が、でこっちがうまく喋れないことを理解してる相手もそういう節があるので、難しく考えないで話したら大丈夫かな、ホームシックになった時に、その留学生について詳しくないから、こういう風な気持ちになってるのが自分だけなのかもしれないって思ってた節もあって、それでさらにちょっとねダウンな感じになってたんですけど、話を聞いて分かったのが、このぐらいの年で留学に来たらみんなこんなんだってっていうのを聞いて、そしてちょっとね安心したというかのはありましたね。日本にいた時にやってた趣味というか、YouTube 見たり漫画見たり、そういうのはやったらちょっと落ち着くとか、あとは自分の好物もそばに置いとくというか、すぐに食べれるような状況に私の場合はサキイカとかカリウムとかいうのがめっちゃ好きで持ってきてるんですよ日本が恋しくなった時に食べるみたいなトワフル80以上取って美大に合格したいです。この海外のアニメーション制作、映画制作に関わりたいって挑戦したいなと思っています。夢を追いかければぜひ、海外留学してみてもいいかなと思います。ありがとうございました